メイコです。フィアナだぞ。今日もビックリマンの事件の話をしていきたいと思います。何の話をするのだ。今日はこちら、36段の通販地域縛り事件。これつい最近起こった話なんだけど、こちらのやつね、これについて話していきたい。これまでにはなかったんだろう。そうね、少なくとも私が知る限りでは地域縛りはなかったと思うのよ。普通に地域外でも通販で買えてたと思う。ところが今回こういう縛りが出て、 TL 見てみたらこれについて激怒してる人いたしね。怒ってたのか。怒ってたよ。自分の地域に36段来ても買わないと言ってたね。気持ちはわかるよ。それはさ、出た時に買いたいものじゃない。だけども自分の住んでるところは発売から数ヶ月経ってから来るわけだし、地域差別といえば差別だからね。それは気分が悪くなるのはわかる。なんでそもそも売る地域とか限定するんだ。昔ちょっとその話したけど、改めて現時点でわかったことというと、私が聞いた話だと、かつてビックリマンは本当に人気商品だったと。で、生産が間に合わなくて、すべての地域に商品を送ることはできなかったと。なので、地域限定にして、商品を出荷していたと。これが起源と言われています。では、今も生産が追いつかないのか。これはあくまで、私の推論だけど、全国に出荷できるレベルの生産力は一応あるとは思うのよ。そうなのか。例えば去年の呪術廻戦だって東と西で商品を出荷していたわけだから、全国に送るぐらいの生産能力はある。じゃあ普通に作ればいいではないか。ところが今回は36段が発売される時期に二次三次万の入れ替えが起こるらしいのよ。つまり工場は36段と二次三次万を作らないといけないと。なので36段を全国に発送するレベルまで作りたくても半分は二次三次万に取られるから、地域限定にしているんじゃないかな。結局は生産能力はないということか。結論で言うとそうなってしまうんだけど、おそらく昔と比べたら工場が減ったんじゃないかな。今は滋賀県の工場しかないからね。その一つだけでは難しいということだと思うね。もちろん二次三次万と36段の販売がかぶって食い合わないようにしているというのもあるとは思うけどね。どうにかできないのか。生産能力が低いというのなら、稼働の時間を上げてもらったり工場を新しく作ってもらうしかないよね。ただ実は生産能力は問題ない、やろうと思えばできますよと。互いに食い合わないようにスケジュール調整しているだけですよというのなら、別のやり方はある。どんな？スケジュールを変えてなんとか被らないようにして36段は全国に販売できるようにするとか、やろうと思えばできると思うんだけどね。なるほど。もし食い合う状況になるのが怖いと思って地域制限かけているのなら、それは見当違いだと思うのね。というと？いわゆる本段が欲しい層と、例えば二次三次万が欲しい層は、はっきり言って被ってないんですよ。あくまで極端な話になるけど、本段欲しい人は二次三次万は興味がなく、二次三次万が欲しい人は本段に興味ないのよ。だから購入する層が違うから食い合うことはほぼないと思うのね。被ったらどちらかしか買えないではなくて、被ってもそもそもどちらか一方しか買わない。感想が違うからね。それにかなりコアなシールコレクターなら両方買うしね。逆に言うとコアなシールコレクターだけよ、両方欲しがるの。だから両方出しても特に損することはないと思うのよね。もちろん他にも理由はあるかもしれないし、ロッテ側からすると仕方のないことかもしれないけど、でも地域限定発売は本当に評判悪いし、今回はそれにプラスして地域縛りしてきて徹底的に他の地域には売らないとやったからね。
反発は来ても仕方がないとは思う。でも、あちらは変える気はないだろう。ないでしょうね。おそらく37段もこの縛りが適用されると思う。コラボもそうなるかもしれないね。ちなみにバンダイはどうなのだ。バンダイは全国一斉発売に決まってるじゃないですか。なぜバンダイにできてロッテにはできない。ほんと誰か教えてほしい。とにかくロッテはこの地域縛りのせいで貴重な顧客を失ったということを知ってほしいね。絶対に何とかした方がいいと思うんだけどね。ロッテをバンダイにこのまま屈するのか。